これは姫島村と TOS、 そしてライブ配信事業を担うライブパークが行ったものです。実施したのはライブ配信とオンラインでの商品販売を組み合わせたライブコマース。視聴者からのコメントにリアルタイムで答えることもできます。今年9月に続き今月2日間配信しました。それでは VTR どうぞ。司会を務めたのは村役場の職員、生産者たちとともに地元の商品の魅力を訴えました。配信はおよそ2000人が視聴し、中には完売となった商品もありました。実際に来てなくても、商品の魅力を伝えられるっていうのはなんかもうすごいことだなと思って、なんかいろいろ感動してます。主催者は全国の離島の住民などがライブコマースを活用できるようノウハウをマニュアルにまとめることにしています。